カフェルンゴルンゴは通常の2倍程度の大量の水で抽出したエスプレッソである。長いの意味である。通常のエスプレッソは18から30秒間抽出し25から3 0トルできるのに対しルンゴは最大約1分間抽出し50から6 0トル出来上がる。ルンゴはエスプレッソに湯を加えるアメリカーノや 逆に湯にエスプレッソを加えるロングブラックと似ている。ルンゴでは水はすべて抽出に使われ、アメリカーノやロングブラックよりも量が少なくなる。アメリカーノやロングブラック程度の量の多いものは、英語圏では珍しいが、カフェクレマと呼ばれ、ルンゴと同様にすべての水を抽出に使うが、量は2倍程度になる。コーヒーの粉を通過する水の量が多くなるため、 強さは弱くなるがより苦くなる。逆に水の量を減らすと強さが増し、リストレットとして知られる。コーヒーの可用性成分は同じ速度で抽出されるわけではないため、水の量が増えたり減ったりすると、コーヒーの成分が異なってくる。そのため、リストレットの強さは、通常のエスプレッソと比べて、単純に倍になるわけではなく、また、ルンゴの強さがちょうど半分になるわけでもない。 さらに、エスプレッソは圧力を加えて抽出するため、同じ豆めと水の量を用いて、他の入れ方をしたコーヒーと同じ素性を持つのではない。リストレット、エスプレッソ、ルンゴの間に厳密な区別はなく、これらは相対的な用語である。しかし大まかに言って、1、1の量で抽出したものを、リストレット、1、2のものを、エスプレッソ、1、3から4のものを、 ルンゴと呼び、抽出量は、それぞれ30、30ml 60、60ml、90から 120ml となる。これに対して、カフェクレマの量は、約1 8 0ミリリットルである。アーカイブされたコピー。2007年9月27日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年5月7日閲覧。ブルーイングレイシス4エスプレッソビバレッジズ。ありがとうございます。